おはようございますこんにちはこんばんは砂口陽子ですルースフィアって何第9回孔子の人格を理解する5の孔子の人格を知るための第4を始めますエアルド・シャルダンがその著書現象としての人間に孔子の人格について書いているのですが 30年前に読んだ時にはとても難しくて分かったような分からない内容だったのでそれが分かるようになりたいといろいろと考察を続けてきましたその結果をお伝えいたしますそそのの結果ははティアールルシャルダンが考えた概念そのままではきっと,ありませんところどころ時代とともに変化したことや当時の思想のままではうまくいかない点などを見つけたりして僕なりの修正を加えています なので、ティアールド・シャルダンが考えたオリジナルな思想に触れたいという方は、ぜひ現象としての人間をお読みください。例えば、ティアールド・シャルダンとはちょっと違うなと思う点はこんなところです。現象としての人間の本分は第3章までですが、その後に結びという章があります。その第3節、成長力にこのように書かれています。 現代の世界でただキリスト教のみが全体と人格と唯一の力強い行為において統合することができる。キリスト教だけが我々を運んでいるすさまじい力に使いさせるだけでなくさらにそれを愛させるのである。我々が未来の宗教から期待しうるすべての条件を満たすものはキリスト教であると言わなければならない。また従って キリスト教が主張しているように、これは進化の主軸がキリスト教の中を通っているという意味である。これには僕はどうかなと思ってしまいます。まあこれだけキリスト教を信じきっていたティーアルドシャルダンでなければ、このような思想は生まれなかったとは思うのですが、本当にキリスト教だけがそうできると言えるのかどうか疑問です。 僕は日本人ですから、神道や仏教を多少なりとも知っています。その立場から言うと、神道や仏教でも、この地球上の生命進化という凄まじい力に使えさせるだけでなく、さらにそれを愛させるのであると言えるのではないかと思います。そのような些細な違いがあることをまずは認めた上で、ティアールド・シャルダンが言いたかったのは、きっとこういうことだろうなという話をしていきます。 まず工事の人格を理解するためにその最初のステップとして自分の心に直面してみたいと思います多くの人が自分の心は一つと思っていると思いますが果たしてそうなのかという疑問を持っていただきたいと思いますそのためにまずは僕の話をしていきましょう僕はよく自分の心の矛盾に突き当たります皆さんはないですか ある自分は何かをしたいと思っているのに別の自分はしたくないと思っているというようなことですそういう時大抵は何らかの理由を見つけてどちらかの自分が他方の自分を説得します例えば先生の立場から考えることと学生の立場から考えることもし自分が先生だとすると学生に教えなければなりませんので 答えを限定するというのが大切なことになるでしょう。一方で、真理を探求するという立場の学生だとしたら、その時代の常識や通念にこだわることなく、いろんなことを考えるかもしれません。どちらが正しいのでしょう。どちらにも正しさがあるように僕は思います。もし先生として、時間がいくらでもあるのであれば、 学生と一緒に探求するのもいいでしょうしかし僕が専門学校で先生をし,たいしていた時にはそのような時間は持てませんでした学生が理解できると納得できる答えを与える必要がありましたこのように考えていくと僕は立場によっていろんな考えが生まれてくることに気がつきます先生の立場学生の立場先輩の立場 後輩の立場、会社員の立場、フリーランスの立場など、または目の前にいる誰かとの関係をどのように築きたいかによっても考えることは変わるでしょう。そのような変化する自分の心を見つめると、とてもたった一人の人格には思えなかったりします。一人の人格として存在するためにはあまりにも矛盾が多い。それらを そういういこことととがあることとして見つめることとがまず第一段階ののの人格への入り口だと思います誤解がないように言いますがこのようなことをティアールド・シャルダンは書いていませんでもここから始めて次第に工事の人格の像がはっきりしてくると現象としての人間に書かれている工事の人格が理解できるようになってきます心の矛盾を あることとしてて認めたたら可能ににななっっくるのののは、自分の過去にいろんな人格があったことへの許容です。幼い頃から次第に年齢を重ね少年期・青年期を経て大人になり仕事をするようになってからも成長を続け家族を持ち子供を育て節目ごとに少しずつ自分の心は変化したことでしょう。それらを「あったこと」として認めるのです。 当たり前だと思われるかもしれませんが人によっては難しいことです。また自分の人生の多くの時期はそのように思えてもある時期だけはできないという人もいるかもしれません。そのような変化が自分にあることが認められれば他人にそのような変化があることも当然だと思えるでしょう。そのような観察を自分に対して行うのです。その結果何が起きるのかというと 今の自分から見た視点以外の視点を得ることですもし目の前の現実に幼い頃の自分が直面したらどう思うか青年期の自分が直面したらどう思うのか親になった自分が直面したらどう思うのかなどです今の自分から見た視点にどこかで固執していると大した変化は感じられないかもしれませんけどかつての自分が考えたことを そのまま思い出していくと今の自分ではない視点が見つかるはずですそれができたら今度はもっと進んで自分以外の視点を持ってみるのがいいかもしれません私には私の歴史がありますその歴史は動かしようがないだけどもし自分が小説やドラマの主人公だとしたら過去が違うのでもっと別の考え方をしたかもしれないと思いますよね 僕はよく相棒というドラマを見ます。主人公の杉下右京ならこんな風に考えるなとかってドラマを見ながら考えたりしませんか僕はよくします。そんな風に自分の体験していることを考えてみる。いろんな人になったつもりで。それはドラマの主人公だけでなく友人や知人になったつもりで考えるのもいいでしょう。そうやって考えていくと 僕はある時ふときふ気づきました自分の考えに固執する必要はないなともちろん補執しなければならない時もあるでしょうでもある判断が些細な違いしか生まない時無理に自分の考えに固執するより他の人の考えに沿ってあげた方がうまくいくと思えたらそうすればいいのですこのような感覚が工事の人格の第一歩です例えば 誰かと敵対していた時つい自分が勝つことばかりにウェイトを置いて問題の解決を引き延ばしたりすることがあるでしょう。もし敵対した相手の立場や考えを汲み取り合理的に考えて相手を勝たせてあげた方が物事がスムーズに進むと考えられる時には譲ってあげることができます。そういう考えが持てることが工事の人格への第一歩です。 いつもこのように考えることで愛することへの理解が深くなります次回は工事の人格のステップ2についてお話しします今回はすっきりした回になりましたね過去の回には分かりにくいところもあったと思いますこれから以降の話を聞いていただけると前の話も分かりやすくなってくるでしょう 次回も、分かりやすいことを心がけて進めたいと思います。お話を聞いていただき、ありがとうございました。では、また次回。